さあ仕掛け人でもある相方相田選手とともに今7番ホールへ向かいます。疑う素振りは見られません。あ、来た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 。小宮選手を乗せた車到着です。長野選手がカップインできなかった魔女が住むと言われる7番グリーン、違いを見せることはできるんでしょうか。初めてのホールですからね。そうですね。くしくも長野と同じ青、時代は小宮ブルーに微笑むのか。いよいよ魔のチラミグリーンへと舞い降ります。さあ今7番ティーに小宮選手登場。その傍らには相方、仕掛け人ですか、マネージャーみたいじゃないですか。あいつ何それ、チラミグリーンでは美女たちが追いどけ待ったなし。導く相方は完全に一流のマネージャーと化しました。グリーンまで残り約10ヤード、この距離です。女性に免疫がない小宮、さあどう対処していくのか。スタッフさんの前ちょっと見ないっていう。見てるね、見てるね、見てる見てる見てる。ここでがっつり美女を見据えた。そのまま横向きのまま行くのか、ナイスイン。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 ナイスインでした。ナイスイン、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 ナイスインだよ。ええ、サーフィンは、え、サーフィンじゃないですか。サーフィン番組ね。サーフィン BS、 BS の違う違う1時間でサーフィン乗れたら100万円おぎやはぎの。そうそうそう、それじゃない。だからナイスインなんだから、それじゃないよ。ごめんなさい。いや、スタッフの量がすごいえげつない。だこういう仕事だっていうのはマネージャーさん言ってたはずだよね。僕は、はい、聞かされてましたけど。マネージャーさん、指定をしろ。はい。それでいいのかよ。おい、マネージャーだと思われてるぞ。お前マネージャーじゃねえだろ、お前は。僕は聞かされてました。ナイスインのやつだもん。ナイスインですよ。ナイスインだよ。プライベートだと思ったの？いや、プライベートって、プライベートだとは思えないですけど、いや、ロケだとは思いますそこはしっかりして。プライベートだとは思わないですよ、うん、いやいや、プライベートでこの衣装着ないんで。あれでしょ、はい、プライベートだと思ったの。いや、プライベートだと思ったらこの服装しないって何回やってんすか。え、さっき僕言いましたよ。え、なんか切れてんの、切れてんの、切れてんの、今切れてんの。いや、切れてはないですけどプライベートだと思ったの。じゃあプライベートじゃないって何回言わせれば分かるんすか。